ママレンジクッキングといは料理や菓子作りを楽しむための玩具。クッキングとイとは調理という過程を楽しむためのおもちゃだが、いわゆるごっこ遊びのように調理過程を模して遊ぶのではなく実際に飲食が可能な食品を調理することが可能である。子供が安全に使用できるよう動力源にコンセントではなく電池を採用していたり、冷や熱を発生しないように配慮されている。ただ、 調理とは言っても、一般的なそれとは違い、簡単な操作で型の整った料理を作れたり、あるいはある決まった種類の調理しかできないよう、限定されている、または本来の食品に似た、完成品を全く異なった、調理過程を経て作れるなどの差がある。クッキングトイという名前は、1960年代以降にアサヒガングが発売した一連の玩具のシリーズ名だが、 2000年代のクッキングトイブームの際は、タカラトミーやバンダイの玩具もクッキングトイとして報道されている。詳しくは口述の各説を参照のこと。これらでは、蕎麦や海苔巻きといった日本料理やアイスクリーム、チョコレート、グミなどの菓子を調理することができる。ユーザー層は主に子供とその母親に設定されているが、大人にも人気がある。近年では、 玩ング要素のある歌詞が一定の人気を博する一方で、そういった要素のある歌詞を自分で作れる製品も見られる。アサヒガングが1969年に発売したママレンジをはじめとしたママポッピー、ママスイートなどの玩ングはクッキングトイシリーズとして名付けられた。ママレンジは小さなホットケーキなどが調理でき、価格は2500円である。 発売後1年で17万個を売り上げ、1969年の毎日小学生新聞でも有料玩具として推薦されている。2007年末から急激に市場が盛り上がり始めたとされ、2008年から話題になったとも言われている。このブームの理由として、不景気や物価高騰の影響で人々の食事や遊びの場が外から家へと移行したこと、 また、玩ングに実用性が求められ始めたことが挙げられる。ブームのきっかけとなった商品について、日本証券新聞の報道では、タカラトミーのイエスそばとしている。メーカー希望小売価格は13,125円だが、発売から1ヶ月で2万個を販売した。ただしタカラトミー新規事業本部の木野崎京平は、クッキングトイといぶ、タカラトミーのイエスそばは、そば作りの際に、 最も難しい工程とされる水回しが容易に行えるよう設計されている。中高年男性を中心に人気がある。幅広い世代に人気があるのはバンダイののりマきマッキーである。プレスリリースでは2008年3月末までに10万個の販売が計画されていた。2007年7月下旬に発売された後、2008年8月の 段階で15万個を販売したと報じられている。ありがとうございます。